46の小沼希穂です。桜坂46、3期生の渡辺美代です。本日作耳ボリューム310、もうすぐ公開です。心臓者の話だったり、うん、沼ソングの話もたくさん聞かせていただいたりとか、うん、すごく楽しかったので、皆さんもぜひ聞いてください。聞いてくださいね。宮城県39歳男性、うん、ラジオネームサクパンダさん。メンバーの皆さんこんばんは。大沼明穂ちゃんに質問なのですが、沼ソングが大好きでいつも聴いているのですが、曲ができた時に一番最初に聴かせる人がいれば教えていただきたいです。あー、ありがとうございます。気になります。でもすごく一番最初に、でも、はい、なんか24時までにできたら妹に聴かせるって決めてて、そう電話して、はい、なんか曲送って、はい、電話しながら、そのなんかリアクションとか感想をもらったりとかして、でも24時過ぎることが多くて、はい、そんな遅くまで作ってらっしゃる。1時とか、はい、2時とか3時とか4時とかに完成したら、はい、お母さんに、あ、そうなんですか。お母さんはいつでも電話出てくれるから。あ、そうなんだ、ね。やっぱ完成したらすぐなんか誰かに、感想聞きたいってなるから、はい、お母さんに電話して寝起きのお母さんに聞いてもらうことが多いですね。でもいいですね、寝起きの生ソング、うん